それでは三沢選手です。まずは、まあ、2週間のブレイクありましたけども、リフレッシュできました？はい、しっかり3日オフもあったし、うん、あのこの次の試合に向けての準備期間はたくさんあったので、うん、まあ、心身ともにいい状態かなと思います、うん。まあ、次セレッソ戦、まあ、セレッソ好調ですよね、うん、どう見てます？すごく守備が固いイメージがあるし、うん、セットプレーの失点も少ないので、まあ、その固い守備を崩すのかそれともカウンターで仕留めるのかっていうのが一つキーだと思うし、うん、まあ、前線のコンビネーションだったり、うん、サイドからのクロスもすごく武器だと思うので、そこはしっかりとみんなで守れたらなと思います、うん。まあ、清武とか、まあ、水沼コートもそうだし、奥野とかね、はい、いろんな選手がこう流動的にやってくる、まあ、その辺のイメージはもうできてる。そうですね、清武選手が割とトップ下気味まで絞って水沼選手がワイドに張るっていうちょっと形が変わった形してるので、そこの守備の対応っていうのは今日も確認しましたし、まああとは試合の中で自分たちで少しずつ対応していくのが大事かなと思います、うん。まあ、ここからね ACL に続く試合、はい、非常に大事な試合になると思うんですけども、はい、最後サポーターにメッセージをお願いします。ここ2試合なかなかいい結果が出ずに、すごく申し訳ない気持ちでいっぱいなので、うん、まあ、ホームですし、この連戦、ここから続いていく連戦をしっかり戦う上でもすごく大事な1試合だと思うので、ぜひスタジアムで一緒に戦ってください。期待します。ありがとうございます。